荒々しい自然を人工の自然へ。茨城県鹿島郡神栖町を中心として鹿島町、波佐木町にわたり一大コンビナートの建設が行われている。広大な土地と豊かな水を利用し、製鉄所、電力、超近代的石油化学工場群を作っていく。鹿島臨海工業地帯がこれである。海もすっかり変わった。テトラポッドの群れが貝殻にとって変わる。浜辺に伸びる巨大な鉄のパイプ、そこから土砂が吐き出され海が埋まっていく。黒い海になっていく。